荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。横にカゴも落ちてます。確かに甲府のようです。おーい、この様子だと疲れ果てて起こすか。まだ。あ、何か言ってるぞ。これほどの執着、異常だ。近くに休める場所がある。そっ、過労で昏睡状態になっている。幸い命に。おいら、さっき聞こえたんだけど、何か掘るって言ってた。可能性はあるな。あれ、この人の懐に何か。これは鉱石の。皆さん、この人が持っていた鉱石の破片の記憶を見ました。この破片は、この人がその彼がここに倒れていた理由、一体何だと。誰かに連れ去られた後。でもそれなら、なんでここまで連れて。何かが起き、彼を一行から外すしかなかった。あ、そうでした。この破片を見て思い出しましたが。なんだなんだ。俺たちに。タイと出会う前までずっと頭にモヤがかかっていたんですが、皆さんと調査をしていくうちに、そのモヤが、タイが皆さんに依頼してくれて助かりました。もし皆さんがいなかったら、これは僕が市場で買い集めた水晶です。ただの水晶に見えますが。綺麗な水晶だな。遠慮せず受け取ってください。これは勝利先生に。あれ、どうしたんです？いや、そんなことはない。ただ、こんな、ありがとう。大事にさせてもらう。受け取ってくれてありがとうございます。価値のあるものは、ここ一帯は石も多いので、僕はこの辺にある石。フンジは本当に。鉱石は大地の結晶であり、時間の積み重ねでもあります。皆さんはゆっくり休んでてください。心配するな。さっき周、そうだ。お前に話すことがある。旅人、沈流石についてどんな印象を持っている。クンジュが探してる鉱石だよな。何。沈流石は鍛造に使われる珍しい鉱石だ。一般的な水晶はそのほとんどが高温環境。元素反応で物が作れるのか。ああ、しかし長期保存できるのはごく一部だけでな。沈流石は千年前の戦いの中、強烈な元素力がぶつかり合ったことにより誕生した。そうだったの。だがやはり造物であるため、結晶の数は少なく、地名、現代のリーウェジンがなぜ今はもう存在しない鉱石。確かに。それにこの石おかしいぞ。鉱石を商売にする者の中にも沈流石に興味を持つ人はいる。しかしクンジュ殿のように動機がはっきりしないまま石を別の今はまだ断定はできない。だがそれと今一番重要なのは、甲府たちを救い出す。相手との距離は縮まってきている。休憩が終わったらクンジュ殿に声。先ほどの甲府はあのまま休ませておくのがいい。事件が解決した後に戻ってこよう。
行くぞ。クンジュ、出発するぞ。はい、僕もちょうど終わりました。何か収穫は？ここ一帯の石が綺麗だということ以外特別なところはありませんでした。やっぱり鉱石の記憶は時と環境によって具体的には分かり、昔の記憶は見れないのか。岩は長い時を経ても変わります。人間と同じで現実、はい、そう。大きな木ですね。なんか不思議な結晶がたくさんあるぞ。気になる。この古樹、二手に分かれて調査しよう。向こうは俺が見る。ここ一帯は。ああ。クンジュ、何か調査できそうなものは見つかったか？石碑が一つありました。なんか役に立たな。いや、ダメ元でやってみましょう。これは。え、どうしたんだ？いえ、大丈夫です。少しめまいがしただけです、今のところは。仕方ないな。オイラはあっちを探して見てみないとわからない。そうだぞ。オイラの考え、いや待てよ、オイラってば飛べるじゃないか。全員こっちへ。あれ、勝利の声だ。もしかしたら人がい、この道は新しい。どうやら答えはこのすぐ先。中から声が聞こえるぞ。安心しろ、戦闘は俺。中から尋常ではない気配がする。このトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。どうしよう、一般人は攻撃できない。
モラクスよ、まさか直々のお出ましとは。貴様に封印された復讐がやっとできるわい。なるほど、あの子供はお前の力によって形成されたものか。しかし弱打竜王、覚えているか、こうなったのは俺とお前の本意ではない。ザレ言を死ね。難攻不落、大地の憤怒は静まらぬ。剣女盤石、描きがたし救急如立よ。持つ者は真実という重みを背負う。難攻不落、剣刃全表、無駄だ、ヒャッヒャッ、
勇者は山岳を知らず。救急如立よ、歌よ錦となれ。大地の無駄だ、静まらぬ。モラクス、我を滅ぼすというのか。貴様に地下に封印された我が、よもや千年後もまた貴様に宿命として受け取れ、ジャクダ竜王。宿命、宿命それが神の器とでも言うのか。不要なものを滅ぼし、殺戮者を率いて荒野を蹂躙。違う、貴様が忘れたのだ。この声、ジャクだ。え、クンジュ。久しいな、モラクス。貴様は一体。見ての通り、ジャクダ竜王だ。先の戦いの中、お前は力を全て俺たち仕方のないこと。これが我の持つ全てだ。真相を告げなかったのは悪かった、旅人よ。我もこの木の下に来てからはっきり、正確には我は完全なジャクダ竜王ではなく、その一つの加減値、陰陽両義。我とそこの竜王をそのような存在だと思ってくれていい。我らは皆ジャクダ竜王。ジャクダ竜王が二人も？ありえん。まさか結界が緩み、貴様の力が外界で子供の形を形成した。貴様はそれを通して鎮圧された怨恨を訴えたが、人々が振り向くことはなかった。そこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとした。甲府をさらってきたのも封印の中と外から同時に。ざれ言、貴様が我の一部だというなら、なぜ裏切り者の側に立つ。我は
封印が緩んだ時に覚醒したもう一つの力、個体になるほどの力は持たず、こうして我の意識は混沌であった。自分が誰なのかも分からず、過去に関係があったことにしか反応しなかった。我の目的はただ一つ。人流石の一件で異変に気づいたが、もしお前の力がもう少し強ければ、もっと早くに。貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。あの古代石碑に触れて長かった。若い人間と年老いた竜が死。どちらでも構わない、お前が決めろ。相変わらずだな。ジャクダ竜王はもともとガンシン・モラクスの友であり戦友であった。寿命も人間をはるかに超えている。岩の記憶は長くは持たない。残留できるのは強烈な感情のみ。魔王によってジャクダ竜王の思考は奪われ、旧友の面影も思い出せなくなった。かつて自身がリー・ユエコーを守っていたこと。竜王は暴虐を尽くし力を振る。それは人間が我を支える地脈を荒らしたからだ。確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼巨炎を攻撃し、当初領土を開拓し生産性を発展させるために、リー・ユエ人は鉱山魔王も我らをより獣のようにした。どれほどモラクスは自身の力を用いて我らの魔王を食い止めようとしたが、それも無駄だった。魔王は天だから、我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを見届けるがいい。生きど、やめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の残滓、契約の意志を掲げ未来のため。断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者、大地の力。モラクスは虫けらではない。虫けらの神なんぞ、虫けらも同然。貴様は忘れたのだ。モラクスを最も認めているのは貴様が忘れたことも我の心に残っている。貴様が大地の記憶だというのなら、我は人間と共存する記憶だ。天道万象、三回家業。高知生成三女別用。おかしい、なんだこの感覚は。これは貴様はとっくに枯れ果てた。我より先に消滅する。しかし春になれば荒野に雪が降り、一瞬で溶けゆく。それが束の間で貴様の心に痕跡を残せ。違う、そんなもの宿命。宿命でなくともすでに定められたことなのだ。モラクス。あの女の子が完全に消えた。弱だ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ。よくもモラクス、貴様。ああやはり我はモラクスと呼んだ。好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの忘れん。大したことではない、気にするな。目が見えるものには分からんよ。盲目の竜が日の光を追い求める気持ちが。そろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいいな。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる甲府の救出。そうだ、だからこそお前と外を歩き、お前がそれもそうだ。
くさっきの甲府の様子を見に行こう。お前たちここにいたのか。お前たちが残した手がかり、道中休んでいる将母を見つけたからすぐに処置を施した。ん？君主、お前。大したことではない、心配するな。その甲府だ、洞窟。体力を使い果たしてはいるが命に危険は。よかったよかった、みんなありが。その人らをリーユエ校に連れて帰るのか。ああそうだ、我も一緒にいいか。問題ない、みんな俺らの仲間の命を救ってくれた恩人だ。君主、違う、竜王、お前もリーエコーに戻るのか。我ではない、この体のことだ。我が消えた後、この体の主人を甲府たちと一緒にリーユエに連れ帰るといい。君主は名将の子孫、いつの日か必ず輝く時が来る。お前は相変わらず家事に興味を持っているのだな。刀に目はなくとも職人には情がある。人情という二文字は弱だ。俺はもう眼神ではない。ああ、すでに察し。今の俺はただの平凡な理由。貴様ですらその一歩をたどるとはな。言っておくが、再び振動が起きた時。構わない、その日が来たとしても、リーウェの民ならば、お前と向き合う準備が整っているだろう。元王帝君がいないリーウェは、本当に大…神がいなければ、ここは人の国だ。俺は人の神であった。人の聖水を見届ける義務がある。すべての命は、年月により摩耗し、変質する。貴様は、我らの…だが構わない。因果は天によって定められる。我らの使命、貴様は永遠の時を生きるだろうが、それは同時に孤独を背負うことにもなる。しかし、寿命ならお前の方が長いだろう。元素によって作られた生物の。そうでなければ我を殺せず、こうして我に無理。冗談を、旧友との再会は喜ぶべき。かつての双眼巨炎でのこと。岩石には心がある、俺もまたしかり。貴様は義を選んだが、仁は捨てない。竜は天を震わせ地を動かす。お前の力ならたとえ前世紀の俺でも。だから我が生まれた。どう取り繕おうが、我もリーゆえの他契約の神の友として、これが感謝する。我の命は無限に近い、永遠の時と共に続くだろう。行くのか。モラクス、縁があればいつの日か必ずまた会おう。おう。ああ、心配はいらない。おお、なんか変だぞ。俺たちと君主は確かに互いを知らない関係だ。ああ、もうかなり昔のことだ。千年も経ったが、昨日のことのようにせ。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーウェの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、雷のように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それが弱打竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。
その瞬間空に雷鳴が轟き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば再び暗闇に封印することになる。その後竜はいついかなる時も元王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ誇りを震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。千年前、ジャクダは双眼巨炎を襲撃した。俺がそれを阻止し、彼と戦いを繰り広げ、最後に彼を撃退し、地下に封印し、沈竜石は、その戦いで生まれたものだ。ジャクダは沈竜石を本能的に感知することができる。だからそれを辿って、俺を見つけようとしたのだろう。その対戦によって、俺は彼を負かしたが、彼が俺より劣っていたということではない。彼の心には、俺と理ゆえ、彼は自らの意志で封印された。しかし、魔毛によって、それすらも忘れてしまったのだ。俺も逃れることはできない。ただ、常人より心得があるだけだ。その時が来れば、力が強大であればあるほど、魔毛がもたらす危険も大きい。幾千年も経てば岩ですら疲れ果てるだろう。自らの手で友を封印した。それも俺が経験した魔毛の一つだ。正しい道のために人々は諦め続け、失い続ける。もしかすると、しかし俺は人の神だ。どのように身分が変わろうと、この両目で。やっぱりリーユエのことを気にかけてた。大したことではない。俺の今回は助かった。どういたしまして。なんだ。そうだ、危うく忘れる。この前ダインスレイブってやつに会った。その人がオイラたちにカーンルイヤの消失と神々の制裁について話してくれて、その出来事がオイラたちの探してる人と関係があるって知ったんだ。勝利、お前は何千年も生きてきた正真正銘の神だろ。それを言うことはできない。なんでだ。なんで何も言えないんだよ。オイラたちにとって。分かっている。しかしすまない。これは俺の契約なんだ。まさかそのこともお前の過去やジャクダ竜王と同じように何か訳があるのか。この契約は全てが始まる前に交わしたもの。契約に従う俺には。そんな。俺はお前を友だと思っている。お前を失望させるのは俺の本意ではない。しかし契約の神としてこの契約を破ることはできない。こうなるって予想してたのか。お前はますますこの世界について分かってきたようだ。この大陸にはまだたくさんのことが、秘密がある。それらは長い時を経て、人々に忘れられ、お前なら、それを見つけ、拾い上げることができるかもしれない。証明するために証人が存在し、受け継がれるために記憶する者が、そのものへと向かう道の途中、数々の困難に遭うだろう。しかし、お前がその道を正しいと信じる限り、そのすべてに、
こんな風に暇を持て遊ぶことになるとは、笑えるな。